じゃあ、これ知ってる？映画監督、堀川博道死去。裸の大将などで作品知られる映画監督、堀川博道、食道がんのために死去した95歳。知らない。我が青春に悔いなし。黒い話を。あ、助監督として生きる、七人の侍など、黒沢作品を支えやっぱね、黒沢映画に関わってる人は、た。まあ、助監レベルでもって言ったら悪いけど、この人も実際映画監督やってるわけだからね。けどね、やっぱ関わってる人は、ちょっとやっぱりね、言もうわあれれちなんゃうんだ。だよね。違うんだ。やっぱ黒沢組だったんですよって言うと、みたいな。木下組はないんだ。木下組 まあ。木下圭介もすごいですよ。日本四大が、監督と四か大ね、監督じゃん。ってよく言われたりするけどね。川島優造、違うよ。黒沢でしょ？渋谷実、大津。小津、で、溝口健二。溝口健二さんで、木下圭介が入るか、あとは、まあ、成瀬みきおがここに入るかっていう、このあたり。そうなんですね。次いきます。喫煙飲酒は二十歳から8割が支持。何の話なん、今今更。更？内閣府が6日に発表した、年齢制限を関する、特別世論調査によると、喫煙76.2%、妥当ってことですか？飲酒、そう、77.2%と、年齢引き下げに否定的な意見が共に8割、8割違う。引き下げに反対。ってさ、何やりたかったの、誰か。いや、まさか。まあ、18歳からっていうのもあるしね、海外だと。俺の住んでああ、た、そうね、そうね。確俺の住んでたアメリカのテキサスっていうところは、かに。うわ そういう嫌なキャラ出していこうかなと。ああ。あ、まあ、タバコ18歳から OK だったから。そうなんですか。いや、飲酒は逆に21歳からだった。とかね。いや、まあ、本当に県ごととか、あ、まあ、そう同ね。州制とかは取り入れられたらなるんじゃないかな。けどさ、同州制にしてさ、18のところもあるしさ、ああ、そうそう。だから、その隣の州まで買いに行ってとか、そああ、の州またぎのところとかあったらしい、あるらしい。なんかそっちの方がさ、みんな、面白いじゃん。まあ、競争にはならんね。タバコもさ、なんかね、税金ばっかり言ってないでさ、そうそうそう。自由競争にして、価格とか変えたらいいのね、もっとね。ガンガンやって、一番強いやつ決めたらええやんっていうことですよ。なんだそれ。これ、前田明的に言うと。これいこう。小6監禁、大学生活にやけ。なんなんこいつこいマつジなで。んなんって思うけど、けど、あれですよね。あ、ちょっとちゃんと読みましょう。先広に、島市に小学6年生のジョージ12歳が旅あ、行ちょっバッと読んでて、俺、酒取ってくる。12歳が、旅行バッグに入れられて監禁された事件で、監禁容疑で逮捕された東京都世田谷区、祖師ヶ谷の成城大2年、児玉智洋容疑者に二十歳が調べに対して、大学生活がうまくいかず嫌気をさしていたと供述していることが広島県警の取材で分かったと。広島まで何、鬱憤晒しに行ったのこいつは。どういう地こと？元は？地元は分からんけど、成城大学ってことは福岡市市内内のの高校高校かから。ら 福岡のやつら本当ろくでもねえな。恥ずかしい。成城大学によると、児玉容疑者は福岡市内の高校から平成22年4月、同大社会イノベーション学部に入学。単位が足りず3年への進級ができなかったため、2年生として在学していた。学校へは最近来てなかった。単位が足りなくてイライラされた日にはね、何の話やねんっていうことですよ。昨年まであった居合同好会に入り、都内の道場で週に1回。知らんしらん、もう居合とか。あ、背が高くひょろっとしたおとなしい姿勢で、2、3回稽古に出た後来なくなった。これはもう来てないってことでしょうよ。ね。一説によると、ジョージは、まあ、その、いわゆる暴行的なことはね、なかったらしくて、で、それはちょっと、まあ、よかないけど、よかったね、というそうね。話は、ありますけどね。わいせつなことをしようと、てんてんてんって書いてある。小6相手に何を興奮しとるんやっていう話ですわよ。からん、本当に。死
んだ方がいいよね、本当に。もう悪い言い方だけどさ、特にそう病気じゃん、こういうやつらって。特にあなたはほら、お子さんもってじゃないですか。いや、本当病気だと思うからさ、マジ。あの韓国のさ、あれじゃないけどさ、アメリカとかね、だんだんそうなってますよね。個人情報とか近くに住んでるやつはね、それでもダメだったらさ、ほんとさ、あのですね、ちょっと試験を言っていいですか、私の、はいはい、証拠の先生から言わせると、元元ね、結構そのよく冗談でね、俺ね、はい、その小学校の先生辞めた理由は何って聞かれて、はいはい、女の子いたずらしたんでしょって言われて、はいはい、それってまあ別に冗談だし、はい、怒ったりしないよ。けどね、それ言われるのって結構ちょっとドキッてする時があるのね、はい、なんていうか、そのやっぱりその本当に思い入れを持った人たちだから、はいはいはい、それをなんかちょっとネタにされ、まあネタって分かってるし怒ってはないんだけど、ちょっとうんって思うわけさ。分かる、うん、あの俺もほらコーチとかしてあそう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 たこともありますし、そのなんていうの、まあ俺の場合は男だからあれだけど、うん、まあそのトレーナーの子とかすごいなんかこう慕ってくれる子とかもいるわけじゃないですか、うん、まあ、それ内芝問題っていうのもあったりとかさ、あのね、結局だからまあまあ、はい、だからその小6とか小5をなんかネタにしたりとかされることがやっぱりちょっときつい時があったりとかしたり、そう、ね、でましてやこういう事件ってちょっともう本当になんか起こる以前に信じられないっていうかさ、いう人としてね。で多分そのまあ直樹が今病気って言葉を使ったけど、まあ、病気って言葉を使うかね、正確かどうか分かんないけど、やっぱ癖になるんだよね。やっぱりそのレイプしたりとか、うん、そのちっちゃい子に対してこうやったりすると、そのそれがもう癖化して治んないんだよね。だからやっぱりその再犯率って異常に高いし、うん、だからそのアメリカとかはさ GPS とか作ったりとかねするし、うん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 、まあ難しい問題だけど、俺はもっと厳罰にしてもう出れなくした方がいいと僕は思います。はい、次行こう。はい、じゃあ最後でいきましょう。これ、はい、NHK 紅白2012速報NHK ディレクターが初音ミクに興味津々。でもこれもさ当確でしょ。これももクロとキャリーパミパミは当確だと、はい、ちょっとこれはついに来たね。ももクロ時代が押し寄せてきたね、はい。私ももクロファンになってから早もう1年半ぐらい。はいはいはい。何色ですか？赤ですよ、それ。赤です、赤です。王道ですね。王道ですよ。まあまあそんなことはあれですけど、去年落ちた時にマジか NHK。まあまあ時代を読んでなかったね。どこまで保守派やねんと。今じゃないよね。まあ今でもいいんだけど、あの時出してたら言ってたよね。さあそのネタはどうでもいいとして、初音ミクちゃん、今やファミリーマートの CM にも出るようになったバーチャルシンガー初音ミクもいわゆる企画枠で初出場するかも。でもさ、これさ、それ甘いと思いますね、企画枠っていうのはね。もう企画枠じゃないよね、正直な話。だってさ、なんていうの、三河健一がこのまま落ちたじゃないですか。はい、企画枠ね。で三河健一ってね、うん、いや別に俺はその若いから素晴らしくて、そのお年寄りが好きだからダメなんてことは言わないけど、はいはい、その全体的な影響力ってあるじゃないですか、はいはい、全然三河健一とかより初音ミクの方が世の中を動かす力としては今すごいからね。それを企画とかじゃなくてさ、やっぱ一アーティストとして扱うところの気持ち悪さっていうのが時代は必要なんじゃないですか、あと私は思いますけどね。いや本当にそう思いますよ、はい、だってね、なんだっけ、オランダオリンピックですら出るかって言われてたぐらいだしね。そうですよ、これで出さないと日本はどうしますか。そうですね、いやーバンプオブチキも出る、まあそうどうでもいいか、うん、今なんで入れちゃったんだろうそれ本当にね、はい、
けど、あのキャリーもさ、ももクロちゃんもさ、ちょっとどちらかというと、なんていうか、人寄りってわけじゃないけど、なんかそうね、そうね、確かにオタク寄りの空気はあるから、いいかなって僕は思いますけどね。はい、じゃあそんなところで、はい、いいですか。はい、はい。